結構そういう風になるのよ、みんな俺付き合う人。なんで？わかんない。メンヘラ製造機。浮気された過去何回かあるけど、うん、可愛いもんだなと思っちゃって、浮気なんて。美味しい？うん、美味しいでしょ。美味しい。食べるの好きそうだもんね。大好き。俺もね、食べるの好きなの。うん、彼女は別に料理できなくてもいいと思うのね。ただ俺のために作ってくれたっていう事実が嬉しいの。エリ料理しないじゃん、まったく。死にも。だからこれから死にまくなっていくところを見せてくれればそれでいい。無理。エリデイチャンネルを意味わかんない。めちゃくちゃわかるだろ。わかんない。両手るかでいっぱいで。だけどね、あの、ちょっとしっぽりしてきた、やっぱしっぽりした話をしていきたいなと思います。もういいじゃん。題して、元カレについて。なんで、なんで私だけ一方的に話すの。ね、元カノも話してよ、じゃあ。みんな気になってる人も多いだろうから、うん、聞いていこうかなと。お互いの、うん、過去の恋愛話そう。いいよ、なんでもいいから。いいよ。例えば、うん、元カノにされて、うん、嬉しかったこととか。嬉しかったことはいっぱいあるよ。何？一番。なんか甘い好きって思ったやつ。うんうんうん。え、めっちゃあるけど、うん、やっぱ芸人だからさ、うん、やっぱ基本やっぱお金ないからデートとかでもファミレス行くことが多いのよ、かなり。うん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 。で、一緒に飯食ってて、うん、ミラノフードリアが長くて、やっぱこれめっちゃうまいわみたいな、うん、めちゃくちゃうまいって言いながら食べてたの俺、うんうん、で、そしたらなんかだん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 彼女がさ機嫌悪くなってくるのよ。なんで？思うやん、うん、え、どうしたの？言わないの、うん、だからマジで言ってみたいな、気になるやん。なんか本当に嫌なことしたんだったら直すしみたいな、うん、そしたらちょっとなんか拗ねた口、そうそうそうってやって、ちょっとなんかうるうるしながら、うん、どうした？誰が、どこの女が作ったかわかんない料理食べて、おいしいおいしいって言ってみたいなこと言い出して、かわいいと思って。は？かわいいの？かわいい。それがかわいいの？だって、ファミレスのご飯だよね。ファミレスのご飯を作った人に嫉妬してるってこと？嫉妬してる。めっちゃかわいくない？でも、結構そういう風になるのよ、みんな俺付き合う人。なんで？わかんない。メンヘラ製造機。あえ、なんで不安にさせちゃうってこと？いや、わかんない。不安にはさせてないと思うよ。いや、なんで？別にさ、不安にさせてなくてはそんなことなんなくない？いや、もともと違うよ。メンヘラ製造機じゃなくて、メンヘラを好きになってる。なってない。絶対なってる。サバサバしてる子だから、エリーみたいなスタンスだもん、大体みんな最初は。じゃあ、もし私が付き合ったら、私も誰が作ったか知らないファミレスのご飯に嫉妬しだすの？多分、あと俺がどっか飲みに行くやつもめっちゃ怒るようになると思う。どこに飲みに行くの？誰と飲みに行くの？そう、うん。マジ？だから俺それがさ、うん、まだほら高校の時とかさ、メールじゃん、 LINE じゃないじゃん。うん、メールだった。だから常にそれが来てるような子とかとめっちゃ付き合ってたよ。でもともとはそういう子じゃない。でも本当に結構サバサバ。違う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 、そう作ろってるだけで、根はそういう素質だったのよ。じゃあ多分エリーもそうなるって、絶対そうなる、うん、絶対ない。みんなそうよ、本当に。絶対ない。私干渉しないもん別に。で、エリーの恋愛は？え、恋愛何？なんか基本なんか彼氏 3,4 人いるイメージだけど。じゃあバカなの？何で私そんな同時進行してるの？そう、同時進行でしてないよ。彼氏1号から3号までね、大体みんなと仲良くさせるでしょ。ごめん、もう覚えきれないから全員がそう思うみたいな。で、元彼で、まあ、幸せだったこと聞いても正直やっぱ面白くないの俺は。なんでいいじゃん、別に。私の幸せだった話、幸せな話は聞いても面白くないの。うん、これはムカついたなってエピソード欲しい。わか、あ、じゃあこいつマジクズだな、聞きたい。クズ？うん。一番？うん。なんだろうね、いっぱいあるんだよな。あ、でも、うん、何人かいたのね、うん、まあ、いわゆるダメ男だなみたいな人は 2,3 人付き合ったことあるの、うん、その中でも、うん、その時はムカついてもさ、別れて時間経ったらさ、うん、まあ、別になんか面白い話にできるじゃん、うん、で、でも今でも、うん、
思い出して、うん、あいつマジやっぱすんごいクズだなみたいな、うん、腹立つ、腹立つ。でもその人がクズだったのがもう1個じゃないの、うん、何個もあるのクズエピソードが。そう、どういうこと。また、まあ、浮気はまあしょうがないじゃん、うん、浮気でしょうがないレベルだからね、うん、なんかそれがなんかもうインパクト強すぎて今までの付き合った人の中で、うん、浮気された過去何回かあるけど、うん、もう可愛いもんだなと思っちゃった浮気なんて。誰誰って言わないよ名前は別に。ダメだってば。ほんで何もう。ででも一番私が引いたのは、はい、ママ活してた。マジで、うん、どういうレベルのママ活。なんかさ今さ世で言うパパ活とかって流行ってるじゃん、うん、で私のパパ活のイメージってさ、うん、ご飯行ってお小遣いもらうみたいなイメージじゃん、うん、で最初ママ活してんのが分かったの、うん、でもしてたとしてもご飯行ってちょっともらってんのかなぐらいだと、うん、だと思ったの、うん、俺もそのイメージママ活でしょ、うん、なんかねちょっと年上のお姉さんに可愛がられてるぐらい、うん、って思ってたけど元彼がやってたのは、うん、あのね別に会わないのよ。会ってたかもしんないけど私が知ったのは会ってなくて、うん、テレビ電話で、テレビ電話で、テレビ電話で、うん、自分の、うん、自分の人恋を見せて、うん、お金もらってた。わあ、いくらちなみに。2000円だった。いやそれをテレビ電話でやんの。お互いに見せるってこと。違う、わかんない、詳しくわかんないけど、うん、でも LINE のやり取りを見せてもらったのも、したらなんか説明が書いてあったの最初に、うん、あの私のオナセットになってほしいみたいな。いやで、そういう見せてくれたら振り込むからみたいな、うん、で、分かったって言ってて、その後に通話記録があったの、うん、で、いくらもらったのって言ったら2000円はぁ、あ、みたいな。リスクに合ってないね、学校が。そう、だってさ、テレビ電話なんてさ、したらさ、うん、スクショなんて取り放題じゃん、うん、でもどうすんのって言って、うん、したらごめんなさいしか言わない。大丈夫、そのそれちょっとモノマネしてる。じゃあ逆に、じゃあ一番嬉しかったことも聞いとこう。あ、聞いてくれるの。うん、一番嬉しかったこと、うん、22、23くらいかな、うん、で、その人、あ、私の誕生日が来たんだよね、うん、だからサプライズでディズニー連れてってもらって、めちゃめちゃいいよ。で、普通にありがとうと思って楽しんでて、そしたら帰り帰るのかなと思ったらミラコスタ取ってくれて、で、めっちゃいい部屋、一泊15万くらいする、はい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 、部屋かな。で、そこでお祝いしてくれたのが嬉しかった、いつも。なるほどね、うん、あと、バラの花束もらった。こんな、あの、年の数も赤いバラの。でもぶっちゃけこれどうしようと思ったっしょ。え、思うな、私お花もらうのめっちゃ好きだから。家どうすんの。え、飾る。本当に。うん、飾った。捨ててない。捨ててない、捨ててない、飾った飾った。本当に好きなの、お花もらうの。その人のサプライズは結構嬉しかった。それ確かに嬉しいね、うん、で、プレゼントもなんかすごいその人いっぱいくれて、その時お金持ってるね。お金持ってる人だった。あ、うん、お金最低限持ってなきゃダメだね、エビは。いや、だってお金全然ない人とも付き合って、お金貸したこともあるし。マックスはいくら貸したことあるの。トータルでいくら帰ってきた。帰ってこない。帰っ…15万くらいじゃない。帰ってこない。あ、まあまあまあ、15万か、うん、でもないよ、俺お金借りパクをしたこともない、俺は。てか普通しないよね。自分の認識の違いがあるかもしれないしね、うん、借りパックしてない気になってるだけ。ね、でも私何回か言ってよ、別れた後に。なんて、お金いつ返してくれますかって。そしたら全部無視、その話の時だけ。余裕があれば返したい気持ちは絶対あるってこと。いや絶対ない、うん、あったら一言言うじゃん、もうちょい待ってほしいとかさ、うん、いや言いづらいよ。なんで言いづらいの、バカなの。束縛されたりするの好きでしょ。大好きだよ、うん、束縛はでもしないんでしょ。しない。でもさ、そしたらさ、うん、自分がしないんだったらされたくないんじゃないの、普通。全くない。されたい、束縛はされたい、干渉されたい。だってされたらさ、生きづらくない。仕事もやりづらいし、友達とも遊びづらいじゃん、うん、自分の時間も作りづらくない、束縛されたら。うん、どうすんの。いるよ。いらねえだろ、そんな。なんでそんないつか別れるかもしんない彼女のために自分の人生さ、犠牲するの。
でも人生って常に何かしらに犠牲を払わなきゃいけないもんじゃん。でもそれを恋人にのために犠牲するのは違うって思っちゃう。本当？うん。パートナーでいてほしいもんね。うん、そう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 。プラスになる相手でいてほしいから、やだそのマイナスになるのが。それマイナスと捉えるかどうかの問題よ、それだもん。だって仕事にも影響して、友達との関係も影響したらマイナスじゃん。うん、その人は何を思って人生の豊かさと感じるかかな。まあ人によるんだろうけど、うん、俺は愛を持って人生の豊かさと思うから。じゃあ仕事を阻まれても平気、うん、そこだけね最初に言うけど、やっぱでもそういう子って絶対後から言ってくるじゃん、うん、言ってくるでしょ、それいいの、言ってくる。しかもちょうどその時さ、ドラマ被ってたからさ、うん、でもドラマのメンバーとか飲みに行く時は、うんうんうん、ちょっと嘘ついて、ほらそうなるじゃん、うん、そうなったらダメじゃん、うん、よくないじゃん、うん、関係性的に、うん、マイナスじゃん、うん、結局、うん、で後でバレて、うん、すごい怒られて、うん、で、まあ、そこきっかけで結局別れました。ほら結構ダメなんだってば束縛するのも。忘れられなくて別れた後にペアリング買って、ちょっと高いやつね、うん、1個4、5万ぐらいするやつを2つ買って届けに行った。別れてからしたら、うん、あの本当に二度と来ないでってこと言われて、その指はどうなったかは知らない。もう売られただろうね。だからね、よくない、別に束縛をするなとは思わないけど、うん、その限度ってもんがある。そう、うん、絶対そう。どこまでならいいの。例えば、うん、プライベートで異性と二人きりで遊ばないでね、うん、だったらいい。でも仕事で2人で会うことってあるじゃん、スタッフさんのさ、じゃあスタッフさんが男の人だったら2人で打ち合わせすることもあるし、うん、そういうのまで制限は絶対無理だけど。俺はしないよ、大丈夫、安心してそこは、うん、絶対じゃんにしてほしいとか、うん、そういう話してない。ほんと、なんか寂しくない、それで付き合ってるって。え、なんで、いいじゃん、信頼関係ある方がよくない。いやだ、どういうこと、干渉されない方が寂しい俺。いや、干渉を全くしないんじゃなくて、うん、なんだろうな、不安にならない関係が好きなの。なんか別に今日一回も連絡来てないけど、うん、全然不安じゃないとか、うん、そういう関係性がいい。まあ、確かに俺らも結構連絡少ないもんね。まあ別に付き合ってないしね。束縛と嫉妬は違うでしょ。違う、嫉妬するよ。知ってるでしょ、うん、だからやっぱでも嫉妬する時って、うん、例えばじゃあ自分の彼氏が、うん、仲いい女友達とのツーショットを載せてたりして、うん、距離が近くてね、うん、したら、あ、なんか嫌だなぐらいは思うよ、言う時もある、うん、嫉妬したって。でも束縛は絶対しない。あ、いいね、嫉妬したって言われるの可愛い、好き、うん、嫉妬したは言うかな。で、嫉妬させたくなるのよ。でも女の子それ嫉妬させようとしてくる男嫌いじゃん。え、うざいじゃん。うざいっしょ、うん、でもやっぱね、信頼関係なくなるじゃん、こんな可愛いと思って見ちゃうのよ。ちょっと不機嫌だった。あ、そういうとこ無理だわ。可愛いって言って無理だわ。ね、だから結構多分気合うんじゃねえかなと思うよ。いや、合ってないじゃん。真逆じゃん。じゃあエリオはじゃあどういう人だと付き合うカテゴリーに入る。まず年収は？年収別にあれない。別に年収はそんなこだわりない。ただ仕事頑張ってる人が好き。あー、あれ？で、自分の時間忙しくしてる人が好き。でもその中で、うん、私と会おうとしてくれる人が好き、うん、だけでいいの。うん、で束縛しない人は私を、うん、え、今のとこそこまで来たの。でも束縛はしないけど、うん、干渉はしてほしい。あ、今日何してたのとか、あ、なんか仕事どうだったとか、うん、そういうのは聞いてほしい、うん、でも束縛は嫌。俺 LINE さ、今日仕事大丈夫、疲れたとか、なんかどうだったって聞いたことを最初、お見えに関係ねえだろって送ってくるでしょ。うん、別にって送る。うざい。でも別に悪くない、嫌いじゃないの。なるほど。信頼関係がでもとにかくある人がいい。で、安心できる人。ここでは信頼関係はあるってか気づけてるもんね。信頼はあるけど、うん、で、愛がある人でしょ。あ、そう、愛情深い人がいい。で、言葉もストレートな人。うん、俺も結構包み隠さちゃう。思ったことを言ってほしい、うん、思ったもん。俺も結構言うタイプで、あと好き好き、かわいいかわいい言ってほしい。あ、それ言ってほしい。私すごいじゃん、引きは合うんだね。いや、そこだけね、うん、他全然合ってなかったけど。わかるわかるわかる。話聞いてた。全然合ってなかったよ。じゃあ今日記念日ってことでいい。うん、何の？
愛の恋愛の記念日、うん、分かりました、うん、じゃあというわけで、はい、僕たち私たちは、カップルになりました。なってません、なってません。ただ今日デートしただけです。この次の動画で、あ、まあ本来はね一緒に泊まろうっていうところまで計画してはしてたんだよ俺。今日、うん、うん、一緒に泊まろうと思ってたんだけど、うんうん、一緒に泊まろうと思ってたんだけど、いや厳しいかなと思って。厳しいね。だから最初にラブホ行った。だからバカだってば、それが。そしたらどうせ最初だったら多分大丈夫だろうなと思った。あの女大丈夫だったじゃん。いや大丈夫じゃないよ、きつかったよ結構。俺がシャワー浴びてる時ずっと見せたくせに。あ、でも動画撮ってるから楽しみにしててね。あ、もうこれでも放送されたとか。何のことか。え、隠し撮り。隠し撮りしてんの。したよ。隠し撮りじゃなくて。誰のだよ。誰のだよ。もう静か、静かにみんな勘違いしちゃうから、ね、バスーン、ね、タカさん、すごい尊敬です。最近めっちゃいるんだよ。バイバイ。バイバイ。